ブーは何より電車が好きだった。何あれ気持ち悪い。うわ汚ぇ。ブーどうしたの。汚いよブー。ブーと過ごす時間は私に新しい世界を与えてくれた。私たちは秘密の場所を見つけた。息子の光一郎は今遠くへ行ってるけどきっと帰ってくるんだよ。お孫さん。お友達です。犬はねどんなに長生きしても10年とか15年とかそれくらいしか生きられないんだ。ルーは死んでなんかいない。絶対会えるんだ。あなたは奇跡を信じますか？信じたいね。それって私と同じ。約束した。駅で会おうって。駅で会う約束ってどういうこと？伏せさん、待って！駅までの道を教えて。